続いては暑くなるとついつい遊びたくなっちゃう水鉄砲。今年は水鉄砲を背負うんです。夏を前に SNS をにぎわせているのが背負う水鉄砲。色やデザインが心をつかんだようです。見た目可愛いし映えですよね。実際からってみると重たくてランドセルを思い出します。小学4年生ぐらいの教科書。もちろん水鉄砲としての機能も十分。ダイソーからは動物タイプのものも今年から発売されています。あの人気ゲームから本格的な新商品も。あ、すごい出ました。インクを塗り合って戦う任天堂の大人気ゲームスプラトゥーン。その武器をモデルにした2種類の水鉄砲が登場しています。狙いを定めて構えるとまるでゲームの中に入ったような気分に。こちらの水鉄砲に搭載されているのはなんと傘。体を守るにはちょっと心もとないですが、その遊び心がグッドです。同じく100円ショップで買える水鉄砲、しかし何かがついていません。差し込む、回して、完成。ペットボトルを取り付けることで大容量の水鉄砲に早変わり。ご覧の通り水も勢いよく飛んでいきます。さらに飛距離にこだわったのがこちら。その勢いはどれほどなのかというと、お天気の的、こちらを使って検証してみました。いっ、すごい飛んでった。メーカーによると最大飛距離は 12.7 メートル。今年の夏はお気に入りの水鉄砲で楽しんでみませんか。